新規バス、新規バス、西脇営業所、新規バス、西脇、営業所、西脇営業所、前景、西脇営業所、車庫、風景、新規バス、西脇営業所は、新規バスの営業所の一つ。所属車両に付される略号は、脇。最寄りの停留所名も、西脇営業所である。当営業所に併設されている、新規グリーンバス、西脇営業所についても、本校で扱う。 西脇市や加藤市社地区を中心とした路線を管轄する。市内の生活路線の他に、東は大阪駅、西は姫路駅、南は三宮駅、北は関西記念墓園に至る都市間路線も運行している。その代表例である中国ハイウェイバス西脇線は2003年に西日本 JR バスとの共同運行を始めるまで、 東映業所が独自に運行していた。西脇市内の拠点である西脇バスターミナルは1990年に廃止された荷地屋線西脇駅の跡地にある。1993年頃まで乗り場は三宮バスターミナルのような駐車場タイプであったが再開発に伴い1996年からは一般的なロータリー型となった。2012年10月1日より 西脇市、高町地域路線が新規グリーンバス西脇営業所に移管された。シャシャコは新規グリーンバスが管理住宅していたが2019年10月1日より直営となった。西脇営業所の担当する路線には系統番号が設けられていない。番号がある路線は他の営業所が担当しているものだが、西脇市、加藤市内に発着するため、 便宜上ここでも扱う。一般路線向けは三菱不走製が主体で、エアロスター等が使用されている。中型車は一台のみ在籍し、過去側から転入してきた車両である。高速線の中国ハイウェイバスと、西脇急行線向けには三菱不走、エアロエースやエアロバス、日野、セレガが用いられている。後者にはかつてワンロマ車も充当されていた。ありがとうございます。